マックス・フェルスタッペンの2023年シーズンを要約すると、22戦中19戦に勝利し、86%の勝率を達成した。これにより、レッドブルは、他の挑戦者に対して、圧倒的な優位性を持ち、フェルスタッペンは、非常に異例で依附される存在となった。現在の世界チャンピオンの勢いはとどまることなく、アルファタウリの元監督であるフランツ・トストも、その信念を裏付けている。トストは、2024年シーズンにおいても、ッドブルが、 パフォーマンスの面で、グリッド上での優位性を維持し続ける可能性が高いと予測している。フェルスタッペンの能力を高く評価し、良いマシンを持ち続ければ、彼がますます進化し、他のドライバーに対しても優位性を保持すると信じている。ただし、この立場は、レッドブルのボスであるクリスチャン・ホーナーの見解とは対照的だ。ホーナーは、2024年について、慎重な見方を示し、競争が激しくなる可能性があると述べている。彼は、 他の強豪チームが来期に向けて準備を進めており、競争が一層激しくなると予測している。レッドブルは引き続き優勝候補とみなされているが、フェルスタッペンの支配的な地位を守るためには、厳しい競争が予想される。コメント、アルファタウリを退任したトストさんとレッドブルチーム代表クリスチャン・ホーナーが、今期のフェルスタッペンの成績について語っています。トストさんは、レッドブルがパフォーマンスの面で、 グリッド上での優位性を維持し続ける可能性が高いと予測し、ホーナーは、慎重な見方を示し、競争が激しくなる可能性があると述べている。現役のチーム代表とモッドチーム代表ですから、肩の荷重が違うでしょう。その荷重に比例した発言だと思っています。